どうも皆さんこんにちは。はい、オートバックススーパー GT ラウンド2、富士スピードウェイにやってまいりました。ピエール北川でございます。いつもスーパー GT ご覧いただいてありがとうございます。さあ今回もですね、ラウンド2直前情報ということで富士スピードウェイからですね、私プレビューをお届けしたいと思います。さあ今回なんですけれどもね、初めてこのスーパー GT でフォーマットレースフォーマットとして採用される3時間レースということで時間レースになっております。ですからね、今回どういう戦略で各チームやってくるのか非常に興味深いですよね。前回の岡山国際サーキットでも、今年からですね予選のスタイル変わりましたよね。皆さん覚えてます？予選の Q1、走るドライバーのタイムと、そして予選の Q2、走るドライバーのタイム、これのですね、2つをですね合計するその合算タイムによって予選で、そのスターティンググリッドを決められるというね新しいスタイル、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。 GT300、GT500 この後、皆さんにプレビューをお届けしたいと思いますけれども、その前にじゃん、こちらでございます。今回おすすめしたいのはですね、はい、こちらのですねオフィシャルプログラムをご紹介したいと思います。あ、オフィシャルプログラムね、ピエール北川いつもオフィシャルプログラムを買え買えとうるさいな場内でというふうにおっしゃる方もいらっしゃるかも分かりませんが、今回はですね、いいですか皆さん、ただのプログラムじゃございません。見てくださいこのプログラム、ほらこんなに富士山のようにそびえ立つぐらいですね分厚い、この厚み見てください。普通だったらだいたいこれの3分の1ぐらいの厚みのプログラムがですね、なんとお値段そのままおよそ3倍の厚みになっておりまして、皆さんにはですねお買い求めいただけるプログラムになっております。何がおすすめかというとですね、皆さん見てください。パッと開いたチームが明日明後日活躍したらすごいよね。せーの、このチームと、あ違った、広告だった、あ100が出た、100でね、こうやって見ると普通のプログラムだと思うんですけども、ちょっといいですか、この100号車、じゃじゃーん、ほらドライバーのお顔がこんなに大きいのね。何が言いたいかというとですね、これね、こうサイン帳のように全ドライバーこれねサインコンプリートしたらとてつもない宝物になる可能性を秘めているということで、ね、GT300 の方もほらこうやってね、いつものねプログラムよりもこう大胆にねマイページマイページね、こうやってドライバーの顔写真とか大きく使えるということで、サインはもらいやすい、そしていい記念になる、売り切れ必至でございます。来たらすぐ手に入れてください。お一つだけとは限りません。2つ3つお買い求めでね、まとめて買っていただいてお友達に配るもよし、家族のね、記念にするもよし、いろいろでございますけれども、まあそんな話はさておきですね、プログラムをおすすめしたところで、じゃあこの後、GT300、GT500 の順番で、GT500、GT300 の順番でプレビューいってみよう。さあということで今回の、プレビューですね、本命を見ていきたいと思います。まずはね GT500 クラスからちょっといろいろ占ってみたいと思うんですけれども、 GT500 今回ね富士でしょ、富士といえばホームコース、ホームコースといえばトヨタ、トヨタといえば GR スープラね、本命と挙げたいんですが、ちょっと私今回ねひねってちょっといろいろねじっていきたいと思います。今回本命はシビックタイプ R、これを僕はねちょっと行きたいと思います。というのは実は岡山の大会で思い出してほしいんですけど、シビックタイプ R デビュー戦で17号車を除いて全車ポイントを取ってますということで、抜群の安定度、それからやっぱりポイントを獲得できるだけの戦闘力あると思うんで、今回はですねちょっとね16号車とそれから8号車、この ARTA の2台は今回要チェックで押さえておきたいですね。そして今回ね、前回の岡山でちょっと残念な結果に終わってしまいました。オープニングラップでね、クラッシュしてリタイアしてしまった17号車のアステモも、今回はですね 0kg の、サクセスウェイトですから一番軽いシビックで、今回かなりね予選から前の方に来るんじゃないかなと思ってます。ということで GT500 クラス、今回ピエール北川の本命はシビックタイプ R という予想にしてみたいと思います。ただ前回のタイヤとはまたねちょっと戦略が、今回は2回のピットストップ、タイヤ交換がありますから、その部分も含めるとねかなりいろんな幅広いチームが、優勝を手にする、そんな権利を持っているんじゃないかなと思います。ということで、ホームコースの GR スープラが勝つのか、それともライバルのシビックタイプ R か、それとも日産の Z か、いやー第2戦面白くなりそうですよ。さあ続いて GT300 いってみたいと思います。300、別に隣だから300の本命にしたわけじゃございません今回ねちょっと重いはずなんですけど GT300 の本命はレオンにしてみたいと思います。
さあということで今回ね FIA GT3 は富士にかなりね、相性がいいということもあってあえて65号車、まあ、前回ね、惜しくも優勝は飾りませんでしたけど65非常にね富士ではブレーキングもいい、それからねマシンの、非常にパッケージとしてもバランスがいい、そして思い出してください開幕戦タイヤ無交換作戦だった2号車は優勝は飾りましたけど最後グイグイ4本交換でねタイヤを変えてから追い込んでいったのは65号車スピードがあります、ということで今回は必ずねタイヤ交換をしなければいけないルールが、2回ありますのでそういう意味では、このね、今回のこの65号車というのは、かなり優勝争いの、最右翼になるんじゃないかなということをちょっと僕は期待しております、そのタイヤの持ち、それから使い方、それからこのね、予選の、合算タイム、そういったところでですね、ぜひ皆さん65号車ちょっとチェックしていただきたいと思います、はい、GT300 本命は65にしたいと思います。さあということで GT500、GT300 それぞれのですね、この、プレビューということで、優勝予想じゃないですけども最右翼、ね、優勝最右翼はどのチームかどのメーカーか、どの車かみたいな話はしてきましたけども、今回はですね初めての試みになりますスーパー GT の時間レース3時間レースというフォーマットになります。でこの3時間レースのフォーマットということでですね各チーム、挑むのは初めてということにはなるんですけれども1ヶ月ぐらい前からタイヤをオーダーしているチームが、結構ね有力チーム多いんですけれども、この天気それから路面温度をですね、気温とか、どこまで読み切れていたかなというところがちょっと最後ね、時間レースの終盤になって、現れてくるような気配があると思います、ぜひですね3時間レース最後の最後までちょっとね予想通りに行くのかそれとも予想よりも熱い展開からいろんな波乱があるのかどうなるか分かりませんけれども熱い戦いになるのは間違いないと思いますのでぜひ初めての3時間レース、フォーマット、皆さん初めてのウィナーは GT500、GT300 どのチームになるか皆さんお楽しみにということで現地でまた皆さんお待ちしております。お会いしましょう。